ネタバレなしの映画紹介です。動画配信サービスや、レンタル DVD で、比較的簡単に見ることのできる映画をご紹介します。今回は、ギルティ。監督は、アントワーン・フークア。2021年の作品です。緊急通報のオペレーターをしている巡査のジョーは、誘拐されたと思われる女性からの通報を受け付けます。狭い指令室の中で、被害者、加害者、子供、同僚、上司などの声だけを頼りに、ジョーは事件の全容をつかみ、解決に導くことができるか、というお話です。主演はジェイク・ギレンホール。他に登場人物もおりますが、ほとんど主人公による一人芝居。フロア内から一切出て行かず、上映時間の約1時間半はほぼリアルタイム。2018年制作、デンマークの同名作のリメイクです。見比べてみると若干違う展開。あなたはどちらがお好みですか？最後までご視聴いただきありがとうございます。できましたら高評価、チャンネル登録をお願いします。